はい、自己紹介からお願いいたします。はい、同窓会長賞をいただいた、工学部生命環境学科の甲斐正人です。本学校では、工芸祭っていうお祭りがあるんですけど、それの、学園祭自己委員長を務めていました。その活動のおかげがあってで、その同窓会長という晴れある賞をいただきました。ありがとうございます。で、今後について何か。今後について、一応就職決まったので、僕はとりあえずはその決まったところで頑張ってみようかなって考えています。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。